皆さんこんにちは草野ミキです宮武哲郎です。オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは YouTube の現状について話していきたいと思います。はい今回は久しぶりの YouTube 会。そうですね久しぶりになりますよね。多分最後にユーチューバーとかまあクリエイターについて話したのって去年の多分ナイトを。 特集したタイミングじゃないですかね。確かに。なんでまあ、それが多分去年の10月とかだったと思うので、なんでまあ、まあ、半年までいかないですけど、まあ、4、5ヶ月ぐらいぶりで、えー、話すと思うんですけど、今日は、えー、っと、まあ、いつも通り2パートで話していきたいっていう、えー、ところなんですけど、えー、っと、まあ、まず来週に関してはちょっと、アメリカの YouTube コミュニティ、 とか、クリエイターの中でちょっと話題になったトピックについて話していきたいと思うんですけど、えっと、今週は、まあ、そ、そ、そこの前提として、今の YouTube がどうなってるのか、今の、<ー>今の YouTube の現状、えー、っていうところをちょっと話していきたいなと思ってまして、まあ、最初は、なんか、YouTube テレビから入って、まあ、ライブストリームの話をして、で、まあ、最後の方は、ショートの話をしていきたいと思ってるんですけど、なんか、まあ、これをやる、あの、 まあ、このエピソードを収録するためにいろいろ準備してた時にあの調べてたんですけど、YouTube、って19年前に立ち上がったんですよね <laughs> 結構前になりましたね前っていうかす,、ね、すごいなやっぱ歴史がありますよね <laughs> 確かに生まれる前から YouTube ある世代まあ当たり前なんですけどって考えるとすごいですねいやすごいですよねなんでまあその19年間やって できてるからこそいろんな進化とか、まあ、プロラクーもどんどん変わってると思うのでなんかそこについてちょっともう一回改めて今どうなってるかっていう話をするべきだと思うんですけどかまあそれこそ YouTube の仕様も変わったじゃないですかうんえっと去年でしたっけ確かはいあのニール、えっと・モハンさんっていう方になったと思うんですけど彼があのまあそのえっと毎年えっと はじ、えっと、めにその今年なんかどういうトレンドとかどういうトピックに YouTube が興味あるかっていう話をするのと、まあ、去年の振り返りをしてくれるんですけどあのそこでまあ彼,彼がえっと書いてたことでもあるんですけど YouTube の5年後には結構やっぱりテレビ、えーまあ、いわゆるテレビ画面での YouTube の視聴者数がどんどん増えていくんじゃないかとこれはもうすでに YouTube 内ですと一番早く伸びてる えーまあ、そのチャンネルっていうかあのデバイスっていうのがテレビになっているっていうところですね。なので一応彼彼らの情報によるとあの1日、えー、1日10億時間分の YouTube コンテンツがテレビ上で見られている状況になってますグローバルですと。確かに日本でも FIRETV とかそのートテレビ的なので見てる方多い気もしますね。うんうん、そうですねなんでそここがまさにそこにカウントしていくと え思うんですけどあの、なんかアメリカですと、ニールソンっていうあの調査会社が、まあ、いわゆるあの視聴率とかをいろいろ測る会社ではあるんですけど、そのテレビ上であの最も視聴率が高い動画配信プラットフォームですと、えっと、過去12ヶ月間連続で YouTube がトップになってるんですよね。をってると なんであの一応、えっと、全体も,もちろん,なんかケーブルテレビとかあの、えー、テレビ放送普通のテレビ放送の方があの全体的な視聴率としては高いんですけど YouTube が8.6%ですかね直近の、えー、多分、えー、去年末とかに関してはで、えっと、ネットフリックスが7.9%っていうところ、えー、ですね。なんで、まあ、クリエイターによってはもうなんかテレビ テレビからディスカバリーされるっていうクリエーターもなんか増え始めていて YouTube ですとでなんかそもそも過去3年間であの、えー、テレビ画面上での視聴視聴時間が、えー、半分以上、まあ、全体の自分のチャンネルの半分以上を超えてるトップクリエーターの数がなんか400%ぐらい増えてるらしくてなんで、まあ、多分特になんですけど子供向けのコンテンツ、うん が多分よりそこにフィットしてるのかなと思うんですけど,などあのただなんかそれこそなんかテレビテレビ上でショーツ見る人もなんか増えてるらしくてへえ<ー>か意外となんかもうテ,テレビでも YouTube 見るのが本当に普通になり始めてるっていう感じらしいですね YouTubeTV っていうの仕様的にはその日本のそのなんていうかスマート TV 的なその NetflixYouTube プんかアムみたいなあのバナーがあってそれを押してみるみたいな感じなんですかね今はそうですねただこれが多分 YouTube のなんか今後の戦略にも関わる話かなと思うんですけどなんか今って普通のテレビその、えー、テレビ放送の視聴,視聴率って全体のテレビテレビの視聴時間の24%を占めていてケーブルテレビが27、まあ、28%弱占めていてまあ ここだけでもすごいでかいビジネスじゃないですか。あのもちろん下がってはいるものの。なんで、確かディズニーも多分、えっと、貯金四半期で3ビリオンぐらいの売り上げをテレビネットワーク事業からも儲かっていて、でそのうち1.2ビリオンが営業利益として出していて、その動画配信よりもはるかに利益率って高いんですよ。あの動画配信事業、まだ赤字なのでなんで。 YouTube の最終的な戦略でいきますと、もう完全にこれを、このスペースを全部乗っ取ろうとしてるのかなと。なんで、なんか、今は YouTube っていう単体のアプリでやってますけど、後にテレビ放送とケーブルテレビも全部バンドル化してあの放映するんじゃないかと。こっちの方がやっぱ見やす見やそうですもんね。そうですよね。 なんでなんか明らかにそのなんか流れってくるのかなと思ってますし、うん、まあ結局彼らからするとテレ,テレビ画面をどんどん支配していくとそこの広告スペースをどんどん取りに行けるので、うん、やっぱり大体いいテレビ見るときって今だとほとんどの人がそのスマホ出しながらテレビ見たりするので、うん、なんでなんかスマホ上でショーツ見ながらテレビ上で YouTube 見てるっていう多分状況って出てくると思うんですよ。なんでそこもなんか いわゆるどのユーザーがどの,でどのデバイスで何を見てるかっていうのも全部わかればそこでのなんか連携コンテンツ連携でしたり広告連携っていうのもで,できるようになるんですよねなのでまあよりなんかいい広告を出せるっていうところもありますしやっぱり完全にこのディストリビューションを全部取りに行こうとしてるっていう感覚はありますよねなんかやっぱりなんかハードルがいい意味で低いじゃないですかネットフリックスとかよりもだから 見ちゃいますよねいろんなものがあるからまあポッドキャストにしてもいろいろあるからそうなんですよね、うん、なんで何か若干そのテレビ業界まあこれはちょっと日本だとわかんないですけどアメリカのテレビ業界の人たちですと若干 YouTube をなめてるのかなっていう感覚値はあうん、あ,ありまして YouTube より多分 Netflix とかそっち,そっちになんか気を取られてる気がしていて、えー、でもおそらくもっと怖い 手強いプレイヤーって YouTube だと思うんですよね。うん彼らの,その持ってるコンテンツのアセットってそのいわゆる他のプレイヤーがいほ,ほぼ持ってないじゃないですか。うんなんかいわゆるットフリックスですとその映画とかテレビ番組とかなので通常の,テレ,ビあのテレビ放送とかケーブルテレビとか場合によっては Hulu とかその競合っていっぱいいますけど。 YouTube のあの UGC コンテンツのライブラリーを他の会社が持ってる似たようなコンテンツ持ってるかというと多分持ってないので,でそこって多分圧倒的に強いところですしなんかもう YouTube のチーフビジネスオフィサーも過去の,あの決算発表の時に話してたんですけどなんかもういろんな種類の動画コンテンツをなんかまとめたプラットフォームになりたいっていう話をすでにしてるんですよ。うーん でだからこそ彼らはスタートとしてはテレビではなくて YouTubeMusic とプレミアムから始めてでそれがまあ最近1億人の登録者超え超えてますけどでその後にテレビあの拡大し,しましたっていうあの説明をあのもうしていてうんなんでおそらくなんですけど YouTube の本当の,そのテレビっていう意味合いでのビジョンはもう完全にそこのアグリゲーターにな,なることでおそらくなんですけどそのどんどんバンドル化するような 動きって見えてくるのかなと思うのでこれってすでにやり始めてるんですけど YouTube ってプライムタイムチャンネルっていう機能、えー、をローンチしてるんですけどそこで他の動画配信プラットフォームを you YouTube から流せるとでもちろん,なんか<う>追加でしあの課金はしないといけないんですけど、まあ、いわゆるバンドル化したものですよね YouTube プレミアムとかと一緒に例えばパラマント見れるとかああ課金したら そうですね。追加で課金したら。あ<ー>なんでア、アマゾンとかも、なんかそういう提携ってしてると思うんですけど、んなんかそう,、はい、そういうような形で YouTube もやっているんですけど、まあやっぱりその YouTube、えー、っていうコンテンツ自体はそういう特殊なものなので、なので、まあ彼らするとそこはあの結構優位的なポジションにいるんじゃないかなと思いますし、なんか最近の動き見てると、なんかよりこの戦略が明確になってるのかなと思うんですけど、あの、去年、 ですかね、えっと NFL あのアメリカのアメフトのリーグの日曜日の放映権を、えっと、獲得したんですよねでこれもなんか、まあ、過去にも我々もこういう系の話ってしたことあると思うんですけどアップルが、えー、MLS を獲得したりとか MLB を獲得したりとか、えー、Amazon も NFL の木曜日の放映、えー、権を獲得したりとかしてるんですけど いろいろめちゃくちゃ似てるから、こっちになんですね、この。そうです、ね。<laughs> あんまり土地間がないと、あと、どこがどこにあるのかっていう。こつのアルファベットのなんか何曜日みたいなのがいっぱいあって、これ木曜日撮ったみたいな、すぐ日曜日撮ったみたいな、結局誰、どれだったっけみたいな、どのスポーツのどの,どの日がどこに行ってるのかっていうところですよね。<laughs> 難しいですね。<laughs> 確かに。<laughs> まあでもその中で、アメフトの日曜ってでかいので、 一番人気そうだ、ね、一番人気なんですよでえっとこれってすごいが払ってるんですよねうーんあの年間2ビリオンへえで7年間の契約なんですよへえ<ー>なんで14ビリオンコミットしてるんですよねすごいすごいですよね <laughs> なんでなんかまあ彼らからすると結構ここにあのお金出していてでこれなんか最初に この提携が発表された時に結構多くのメディアがめちゃくちゃ批判したんですよね。払いすぎてますとで、まあけ。これはなんかいわゆる YouTube が Amazon とかあの Apple とかにキャッチアップするためのなんか動きなんじゃないかみたいな。な,なのでなんかもうお金をいくら出してもいいんじゃないかってっていうなんか発言をしていてで、まあもちろん一部多分正しいと思うんですけど多分その そ,このその単体での ROI があるかどうかって言われると正直わからないところではあるんですけどなんかアメリカの場合ですとなんか過去のテレビネットワークの,あの普及とかまあそのに人,気人気の成長とか見ますとやっぱり裏方にスポーツがあるんですよねスポーツやっぱ強いですねやっぱ強いですよねうんでもなんか日本もそうな気がしますねテレビ普及って やっぱりなんかライブ配信でなんかそのスポーツを見るってなんかなな,なんなんですかねなんか一大イベント <laughs> じゃないですけどなんか、うん、なんか集まりやすくなるっていう感じですよね。リアルタイムで見るべきものだし、うん、ななんでなんですかねやっぱスポーツってなんか魅力的なものなんですね、うんまあ。あとなんかスケジュールされやすいものでもあるのでで、うん、しかも年年何回もやるので。 なんで、まあそういう意味だと、あの、ユーザーを引き寄せる、まあなんかリテンション高く引き寄せるためには、なんかいい戦略な気がするんですけど、なんかアメリカですと、その、昔その三大テレビネットワークっていうのがあって、それが NBC、CBS、ABC だったんですけど、これも全部三、三文の <laughs>、あれですけど、わかりにくいですけど、あの、そこに、えっと、四社目として FOX が入ろうとしてたんですよね。うーん。 でフォックスが、えっと、なかなか入れなくてで、えっとまあ、フォックスのトップのルあのルパート・マーダックが何をやったかというとめちゃくちゃお金払って NFL と契約したんですよメディア王の人ですかあそうですメディアの人ですね <laughs> あ<の>、えー、彼が NFL の放映権を獲得しに行ってなんかそれがあったからこそフォックスがなんかあのまあいわゆるその三,、まあ、三大 テレビ局ではなくて、4。大テレビ局になったっていう。で、おそらくなんですけど、あの nfl の放映権の出した額は多分リターン全く出てないんですよ。むしろめちゃくちゃ赤字になったと思うんですよね。ただ、それによって fox っていう。まあ、そのテレビネットワーク会社がめちゃくちゃなんか信頼を得られたようになったので、なんか似たようなことをもしかして youtube がやってる可能性があるかなっていうのを思いましたね。 それはもともとその FOX の場合はスポーツコンテンツがちゃんと人気があるからそれを獲得できたっていうので何ていうか把がつくというかトップになれたんですかねそうですねで特に NFL とかになるとまあそもそも好きな人も多いんですけどなんか、うん、あの FOX が NFL を獲得できるほどのネットワークなんだっていう感じに見られたっていうところですよね 領域ですとやっぱり YouTube も結構真剣に今あ,の、まあ、ある程度プライオリティをえあを置いてあのそこを拡大しようとしてるっていうところですよねでまあ次にライブ配信のところ行きましょうかはいあのライブ配信ですとなんかここすごい不思議な YouTube にとってちょっと不思議な領域でしてなんかこれこ,これからこれは個人的に予想でしかないんですけどこれから結構ライブ配信のシェアを取りに 撮るんんじゃないかと思うんですが、ね、ただそれを彼らが積極的に撮りに行ってるかって言われ,言われるとそうではないっていうあのでしかもそのプロダクト YouTube のライブ配信のプロダクトってまだまだ,まだ未熟ですしあの今日後のツイッツと比べるとあの正直衰えてる部分が多いのでなんですけど、まあ、でもちろん少しずつは改善はしてるんですけどめちゃくちゃペースが遅いんですよ うんあんまりじゃあ、チルークそんなにしてなさそうな。まさにそうですねあのそう。そうだと思います。僕は YouTube の人ではないので、<laughs> そこは分かんないですけど。<laughs> <ん>あのただ、えっとその、まあた、例えばなんですけどその、プロダクトの問題とかでいきますと、えっと、これはちょっと去年末時点なのであの、直近もライブ配信のプロダクト触ってないので分かんないですけど、そそもそも12時間以上ライブ配信できなかった。まあ、それはまだいいとして。 あのより課題だと思ったのが6時間以上配信した場合あの配信内容を編集できないっていうでそれって結構微妙かなと思うのがその著作権 NG な曲がたまたま流れてしまった時点でもうマネタイズ一切できなくなるっていうなんでまあも,もちろん,なんか今後こういうところは多分 YouTube もあの直す直してくるとは思うんですけどただえっとまあ明らかになんかプライオリティに置いてない 感じはするとでなんかこれは、まあ、なんか一部も仕方ない部分があると思ってましてなんか YouTube のプライティーってどこにあるべきかって言われますと今だと多分ショーツにあ,りあってで、えっと、あとまあ根本として YouTube を人気にさせたロングフォームコンテンツだと思うので、うん、なんでその2つにもう気を取られてたらライブ配信っても後回しになってしまうのででもなんかお金になりそうな気はするんですけどねうーん まあ、か確かになんかそのショッピングとかって結構ライブ配信につながったりとかする気はするのでなんかいろんな意味でマネタイズっていうところだとそうかもしれないですよね。なんか特に日本とかアジアだとなんていうかスーパーチャットしてくれるしてもらってる配信者の人ってすごく多い気がするのでそこの改善とかしたらすごく YouTube 側にもメリットありそうな気がしますけど、ね、そうなんですよね。 ただやっぱショーツに今ちょっとどうしても気を取られてる気がするので <laughs>、そういう雰囲気がめちゃくちゃ出ているので、明らかになんかそ、プロダクトのそのプライティっていうか、その新しい商品とか新しいな機能とか出してる場合はやっぱりショーツに関連するものとか、まあクリエイターのマネータイズに関連するものとかがどうしても多いのかなっていうところで、なんかこの、だからまあライブ配信の中ですと、 これなんか過去のデイリーメモでも話したことあるんですけど、なんか面白いシフトが起きてるなと思ってまして、なんかその独占契約する時代が終わり、終わりつつあるのかなっていう。うん、ね、Twitch だけ移籍みたいなニュースとかありますもんね。ねうん、ありましたよね。だからそれこそマイクロソフトがミクサーを出したタイミングで、あの、えっと、フォートナイトの人気配信者の、あの、えー、忍者とかを、 あの独占契約で結んだりしてたと思いますし、うん、あのまあ最近ですとキックとかやってますけど、あのキックっていうライブ配信プラットフォームがあるんですけど、ドレイクの配信してる。あ,あ、どれ配信してるんですか。ドレイクが、あのバズってたあの動画はキックからでしたね。<laughs> あ、そうなんですね。<laughs> アニータ、マックスウィーンってやったやつ。<laughs> <laughs> あれああれさキックからだったんですか、ね。あれキックだと思いますね。えー。 いや、知らなかったです。あの、いや、ドレイクさんがそうそうキックを使ってたのは知らなかったので。<laughs> <laughs> でもなんか、XQC とか、なんか、結構、ツイッチでは元々すごい人気なフォロワーとかをまあ引き抜いて、独占契約とかあの締結したり、まあ、YouTube も似たようなことをえやってた時期はえあって、まあ、基本的に多分、まあ、シェアが1位だったツイッチからシェアを取るため、で、まあ、そこのオーディエンスを引っ張るため。 えー、だったんですけど、だから最近多分そ,のそういう契約っていうのがあんまり出てきてなくて、でむしろ、例えばですけど、最近あのあの、ポキメインさんって、あのツイッチであの多分あの女性の多分ツイッチ配信者で多分一番フォロワー数が多かった、えー、クリエイターの方ですけど、彼女もえっと最近ツイ,ッチをツイッチ配信をやめてあの他のプラットフォームに行くっていう話をしたんですけど、そこでなんか一切独占配信は。 あの配信権はなんか契約をしないっていう話をして、うん、なんかオファーは来たっぽいですけどあのただそれは基本的にあの締結しなかったという話をしていてなんか彼女がそのなぜツイッチから離れたのかっていうなんかポッドキャストのエピソードを出してるんですけど、うん、それをめちゃくちゃリアルな話で面白,面白いんですけど<ー>あのかそこでのなんか彼女が話したその独占契約の内容の話ってすごい面白くて。 ツイッチの独占契約って、まあ、とりあえず、彼女に関しての独占契約で、で、まあ、基本的に似たような契約を他のクリエイターと結んでると思うんですけど、時間制なんですよね。ミニマム毎月何時間配信してくださいと。で、しかもなんか、その、ミニマムの配信時間っていうのが、その、例えばですけど、クリエその、ツイッチ配信者 A、ツイッチ配信者 B、 対して、まあ、いわゆるその同じレベルっていうかもう、例えば同じフォロワー数ぐらいの、えー、クリエイターがいたとして、同じミニマムの時間を渡さないんですよ。ミニマムのじ時間の設定が、その人の過去,過去の,、えー、あのパフォーマンス、パフォーマンスっていうか、パ過去何時間、まあふ、普段やってるかによって変わると。なんで、まあ、そこも若干違うんですけど、でまあ、もちろん,なんか、えー、っと1時間おきに何回広告を なんか言わないといけないとか出さないといけないっていうあのあの条件とか入ってたりするんですけど、まあ、なんかポケメンさんが言うにはなんかやっぱりなんかくじ,ごじみたたいな仕事になんか感じてしまった確かにちょっと大きつそうですねそれは。うん、でも,もちろん,なんかお金をあれだけアップフロントにもらえるのはすごい嬉しいっていう話はもちろん前提としてあるんですけどやっぱりなんかそこの九時五時みたいな感じになってしまうっていうところとあとやっぱり。 なんかもうミニマムの配信時間決まってるのでなんかなんか特になんかクオリティではなくてなんかもうとりあえずパソコンの前で座って配信すれ,すればいいっていうふうになっちゃうクリエイターもいますと<ー>ん, <laughs> なんかネタが全然ないのにとりあえず <laughs> とりあえずコンテンツ出そうっていう感じになっちゃう人もいるっていうところですねクリエイターの難しいところですねそれって。んなんか制作何 どういう契約というか発注というか,なんか携帯って難しいですねなんかそのコンテンツ制作費としてなのか一石、うん、金ってことなんですよね今回はえっと一石、まあ、金に関する契約まあいわゆるコンテンツを配信し続けてくださいっていう契約ですよね独占配信契約に関してはなんか毎月わかんないし例えば50時間毎月 とりけあえず配信したら、まあ、これだけお金を渡しますっていうでもなんかいやスポティファイそのポッドキャストとかもフレキシブルになりましたよねしし初期よりなんかそのビデオは、ね、あのスポティファイでみたいなそれあの独占みたいなのはまあなんかいろんな選択肢が増えたのかなって気はしましたいやでもまさになんか似たようなことがあのライブ配信業界でも起きていると思ってまして なんか多分最後になんか大きめな独占契約を締結したライブ配信者っておそらくあの XQC なんですよその Twitch があの、うん、あのキックにキックと締結したものなんでまあキックはまだ新しいプラットフォームなので彼らはまだやっていくかもしれないですけど YouTube に関してはおそらくなんですけどあのその,あの最高あの契約更新とかはあるんですけどあのえー ま、契約更新もなんか1年、一年間の更新だけらしいので、なんか多分今までですと2年間の更新とかしてたっぽいので、それがなんか1年に変わってますし、で、しかもその次は更新しないって YouTube 側が言ってるらしいんですよ。逆に YouTube 側が。そうですね。で、えっと、多分最後に新規で YouTube が契約したのって多分2022年なんですよ。なんで最近もう全然やってなくて、 新規に関しては。で、ツイッチも最近ですと、その、ツイッチだけではなくて、他のプラットフォームでもライブ配信してもいいですよっていう契約を結び始めましたね。んなんで、まさに Spotify と似たような感じですよね。ですけど、なんか、これってじゃあ、なぜそうなってるのかで、いきますと、まあ、単純にエコノミクスの問題だと思うんですよね。ペイしないんですよ、はい。プラットフォーム側が。はい。 でしかも今のツイッチの状況を見ますと余計多分そういうアップフロントにお金を出せるっていう状況ではない多分今までツイッチが存在し,した中で多分一回も黒字化してないんですよあの会社はで基本的にアマゾンもずっと投資し,し続けてくれたんですけどあの買収した後にもただやっぱり今の金利ゼロの状況でアマゾンもいろいろプレッシャーを受けてる中で なかなかサポートをずっとできないというところで、ツ、うん、イッチがまあちゃんと黒字化できるような状況を作るのが大事だって考えたときに、ツイッチはまあ去年末韓国のあの、えー、韓国でサービス提供を止めましたし、あとは今年の1月ですかね、えー、500人ぐらいの従業員、多分ん35%ぐらいですよね、レイオフしていたりするので、ら明,明らかにコストカットをやってますと。うん で、コストカットする中で、めちゃくちゃ多額のお金を、多分ストリーマーに出せなくなっているっていうところだと思うので、まあ単純に彼らも、あの、そこまでお金を出せない状況にな,なっているっていうのもあって、なんで、その、独占契約っていう時代は、その、あた、よほどその、キックみたいな新しいプレイヤーがいない限りは、基本的にもうやらないようになるのかなっていうのを思いましたね。そうですね。なんか、 前みたいにこの,この人がここのプラットフォームに行ったらもう動き業界ってか変わるかもしれないみたいなことは、うん、なんかもうあいい意味でクリエイターが自由になったからなさそうな気はしますね。うんでまあ、特にそのクリエイターからするとあの,あの一つのプラットフォームにしまあ縛られると、うん、いわゆるそのそれ以上のユーザーの獲得がしにくくなるじゃないですか。うん、なんで今だ ですと、あの、やっぱりなんか Twitch だけではなくて Twitch と YouTube で配信できるようになると今までとちょっと変わった、まあ、違うユーザーをにリーチできたりするので、まあ、それによってどんどん自分の,あの、まあ、マネタイズがあのどんどん良くなったりすると思うのでなんかそれが、ですかねあのいろいろ状況として変わってきてるなと思う中でそうすると YouTube にとってはすごいチャンスなのかなと結局 Twitch がどんどん今コストカットしていて独占契約も結べなくなった 状況で、しかも多くのツイッチ配信者はツイッチだけではなくて YouTube でも配信し始めますと、あの、ようやくその、まあこれも何年前にもずっと話してますけど、ようやく YouTube がツイッチを超えられるような環境が出来上がってきたのかなっていうところですね。視聴時間でいきますと、あの、あのまだまだ差はあるので、あの、なんかツイッチと YouTube ライブ配信って、なんか、 語学に比較はしちゃいけないと思うので、あの、Twitch の視聴時間と YouTube ゲーミングの視聴時間を比較すると、大体4倍ぐらいの差があるんですよね。Twitch の方が多いので。うーん。なんですけど、なんか、場合によっては、多くのクリエイターが、その、YouTube に移行するのかなっていう。うん、あらゆるプラットフォームが。はい。で、この、<ー>こ,ここの一つの理由としては、その、コストカットの、 やってる中でツイッチがそのクリエイターへの支払いのシステムを変えたんですよ。でなんか一見よく見えるんですけどなんか70、30のレベシアのスプリットみたいなことを発表していたんですけどなんか同時に一部の売上に関してはあの配信者の,あの視聴者がいる場所によって支払いが変わるんですよ。 でそ,うそうするとあの、アメリカが一番大体高いんですけどで、そこからどんどん落ちていくんですけど、あの配信者によってはその、えー、例えばヨーロッパとかアフリカとか、そのまあ、アジア圏とか、なんかアメリカじゃないところに、リスナーというか、その視聴者が多ければ、おそらくなんですけど、アメリカに住んでたら、アメ,アメリカ視聴者なんですよね。 視聴者がほとんどアメリカであればそこまで変わらない。あ<ー>も,もし、まあ、もしかしたらちょっと上がるかもしれない。ので、なんかそこも、あの、多分、配信者によって、あの、ちょっと状況もだいぶ変わってい、えー、くと思いますと。それを考えると、多分、どんどん YouTube に移行するクリエイターも出てくるかなと思ってまして。で、すでに移行しているクリエイターの中でうまくいってるケースもどんどん出,出始めてるんですよ。 でえっと、例えばなんですけど、あのラドウィグっていうあの人気なツイッチ、もと t とツイッチ配信者で今の、今 YouTube の独占あの契約してる人なんですけど、彼は、えっと、実はその同時アクセス視聴者数でいきますと、ツイッ h の方が若干高,い高かったんですよ、YouTube より。ただ、やっぱりそれ以外にその普通に動画,動画をアップして、それを見てもらうじゃないですか。でそ,そっちの あの再生回数が圧倒的に差があるっていうツイッチですとその普通の動画を上げた時にだいたい50万再生ぐらいいくんですけど YouTube だともう100万い,いきますとなんでまあそこでの差っていうのがえっとあったりまああとはツイッチ配信者によってはそのモイスクリ,クリティカルっていうツイッチ配信者がいたんですけど彼はツイッチ上ではだいその同時アクセス視聴者数が8000から一万1万ちょっと ぐらいあったのが YouTube に移行してから1.5万から2.5万ぐらいまで増えていたりするので、なんでまあ本当に人によってはどんどん YouTube に移行した方がより多くの,クリあのオーディエンスにリーチしてあの見てくれるっていう状況になっているので、ようやくなんかこの業界が動き始めているっていうところと、あとでなんかそのライブ配信のところでいきますと、なんかその広告周りの扱いが多分今後か変わっていかないといけない。今ですと、 なんか YouTube と YouTube の普通の動画配信あのあと、動画と比較すると、ライブ配信って広告連携がすごい弱いんですよね。基本的にクリエイターがあの読み上げるんですよ。で、大体その、そもそもクリエイターがそのブランドを使ってない時も多いですし、基本的にマネージャーに言われて、それをそのまま読み上げるっていうことが多かったりするんですけど、あの、やっぱり YouTube って、 だいぶ変わったじゃないですかその広告の出し方っていうのはその特にそのブラ,ブランドスポンサーが入る場合なんかストーリーの中でうまく連携して出したりとかコンテンツ出してるコンテンツのクリエイティブが違いますもんねみんなうんでもなんかもっとそういうなんか連携の方法んか仕方っていうところを多分やらない限りなんか多分コンバージョン率が圧倒的な差があると思うので そうすると、そもそもツイッチとかそのライブ配信に広告出したくないっていうブランドが増えてしまうんですよね、今後。なので、逆に言うとそのライブ配信者の中でその広告連携をうまくできる人がいればそっちにめちゃくちゃ広告の予算がよるんじゃないかなっていうのは思いますけどね、まあ、なそうですねななんでそこら辺もなんも今ですとやっぱりまプロダクト、ライブ配信のプロダクトとしてはツイッチの方が好まれてるんですよ。 うんそれこそ,そのさっき話したラルビーグっていう方,は方がその、えー、世界のまあトップ配信者30人ぐらいにアンケートを取ってあのどのプラットフォームが一番いいかっていうのを聞いたんですよね <laughs> 30人中28人がツイッチって言ったんですよへえ<ー>人が一人が YouTube って言ってうんなんでやっぱりい プロダクト単体で見るとツイッチの方が強いんですけど、ただ、今後どんどんその再生回数とか、あの、オーディエンスとか、まあ場合によってはマネタイズとかって見ると、YouTube の方がどんどん強くなるっていうか、まあどちらかというとツイッチがちょっと弱ま、弱まってしまう可能性があるので、そうすると場合によっては YouTube としては、基本的にあまり改善しなくても、場合によってはどんどん、あの、 えー、クリエイターが、えー、増えてあのライブ配信業界にのシェアがどんどん上がるんじゃないかとへー <laughs> なんでまあライブ配信だとそんな感じですよね<ー>でまあ次にまあ YouTube でいきますとやっぱり今一番プライオリティを置いてるのはショーツになりますよねでショーツですとえっと1日今700億再生回数ぐらいですよねでえっとまあショーツに上げるアップロードしてるチャンネルの えっと、数が年々50%ぐらい増えているというところで、あの、まあ、やっぱり過去1年、1年半ぐらいのショーツのインパクトって、まあ、僕も草野さんも YouTube 見てると思うんですけど、やっぱすごいですよね。なんか明らかにそこになんか重きが置かれてるっていうか、それ,それはなんかプラットフォーム側もそうですけど、クリエイター側もそうかなっていうところですよね。うんショーツだけで なまあ、数千人いるみたいなのもどんどん出てきてますもんねめちゃくちゃ増えてますよねあのそれこそあの去年最も YouTube 上で登録者数が増えたあのチャンネルを見ますとまあちょっと1位は1位を除いてなんですけどあの1位ミスタービーストなので <laughs> <laughs> あの彼はちょっと例外なのであの1位を除けば、えー、基本的にショーツドリブンなんですよ 全員でちょっとあのミスタービスターは去年1億人ぐらい増えてるんですけどそれはなんかショーツ以外にも普通の動画で伸びてるところはかなりあるのでですけどその2番目の,あの最もその去年登録者数が増えたチャンネルって、えっと、UAE の、えー、ザムザムエレクトリニクストレーディングっていう、えー、っと電気製品とか売ってるあのお店なんですよ。うーん そこが基本的にショーツで4000万人増え,増えてるんですよ、登録者数 <laughs> すごいなぁ。すごいですよね。うん。なんかで、そのリストを見ても、ほとんどがやっぱショーツで、その登録者数が増えていて、あのそれこそ、僕も草野さんを見てるあの、クリエイターエコノミーについて詳しく書いてくれてる、トゥーブフィルターっていうメディアが、ニュースメディアがあるんですけど、そこって、あのまあ、毎週もやってますけど、 その毎月あの、えー、アメリカで、まあ、最も視聴回数が多かった YouTube チャンネルをまとめてくれるんですけどだからでそこで面白いのがここ多分2年ぐらいだからそのトップ100の,その最も、まあ、その月に見られた YouTube チャンネルのうちいくつが主に小通をやってるチャンネルかっていうのを教えてくれるんですけど <laughs> なんかトップ100のうちあのか、過去1年間の数字を見たんですけど、あの一番下だったのが 70, 70ですね。<laughs> なんで、7割の、まあ、ミニマム7割のトップ100の視聴,、まあ、視聴回数でいくと、えっと、のチャンネルがあのショーツドリブンだったと。 ではなんか一番多かったのは83とかなんですけど、まあ、基本的に75ぐらいとかが多分平均だと思うんですけどなんでなんかこれもなんかすごいいろんな,なんか面白い現象を作ってるのかなと思うんですけどなんか去年の,の YouTube も TikTok もやってると思うんですけどそのえっとブレイクアウトしたい、まあ、わゆるその急上昇中の,あの えー、クリエイターのリストを出してるんですけど、YouTube も TikTok も去年、去年末に。ほとんどわからないんですよ、僕は。<laughs> で、まあ、まだ僕はわかんないのいいかもしれないですけど、あの、それこそ、あの、あの、ナイト、まあ、Mr.Bist のタレントマネジメント、はい、会社のナイト h あの社長のリードさんもほとんど知らなかったって言ったんですよ。えー、で、彼は、今までは、 トップ500のチャンネルをほとんど知ってたっていうぐらいの人なのでそれがあのそうですねその登録者数めちゃくちゃ増やしたチャンネルト,トップ20のうちほとんど知らなかったっていうのはへえー、だからそれは,それ,はそれで、うん、どんな国のアメリカ以外の人も多いってことです,とですか、ね、アメリカ以外の人も多いですねうんなんですけどなんかそれでもやっぱりなんか結構異常だった のかなっていうところですねなんで、なんか、まあ、これも、後々もうちょっと詳しく話しますけど、その、ショーツの影響によって、その、なんかその、ショートホームの、まあ、いわゆる90章、急上昇、急上昇というか、成長によって、あの、同時に、クリエイターが、のインパクトがどんどん下がっていくようになってるんじゃないかなと思ってまして、結局、TikTok でバイラル化する、 かもしれないんですけどファンを獲得があまりできないうーんなんで顔はなんとなく覚えてくれてるんですけど名前は覚えてくれないうーんような状況ってなんかまあ僕も TikTok とかショーツとか見てるとまさにそのそ,そう思うんですけどその YouTube のショーツその TikTok をなんかフォローしちゃうみたいその例えば自分が投稿してない人 タイプの人間だったらフォローすぐ押しちゃうっていうのはわかるんですけど、うん、なんか YouTube これまで使ってきた人たち的にはそんなすぐフォローボタン押すんだっていうのもちょっとなんか,世代,をかん世代なんですかねか時代の流れっていうか <laughs> なんかそのショーツのフォローボタンをめっちゃ押してる人たちはそのロングフォームのコンテンツとまあでもそっか登録画面ショーツと。 分けられますもんね分けられるのとあとこれ多分なんですけどなんかやっぱり YouTube の見方が変わってきてると思うんですよ、うん、なんかフィードを見るとやっぱショーツヘビーになり始めてるのでアプリ開くとショーツになるなそうですよねなんで多分僕とか、まあ、草野さんもそうかもしれないですけど YouTube に行って基本検索か自分が登録してるクリエイターの動画を見たいから行ってるっていう ことが多いいかもしれないんですけど多分今は違うんですよ、うん、そうではなくて面白いものを見たいために YouTube に行ってでなんかそれをいわゆるフィードベースになって生きてるっていうところですよねなんでなんかその中でやっぱりまあこれは去年あのナイトのリードさんと一緒にイベントやった時にあのリードさんも話してましたけどなんかこのショートフォームからスタートしてどういうふうにロングフォームへトランジションできるのか、まあ、いわゆる両立できるのか っていうのが結構課題になるっていう話だと思ってましてなんかロングフォームから始まってショートフォームにも展開するっていう事例って結構あると思うんですよなんかそれこそ多分あのまずは切り抜きから始まってで場合によってはなんかミスタービーストみたいなクリエイターであればなんか TikTok 専用のコンテンツも作るとか彼らのコンテンツで結構 TikTok 専用に出してるものってすごい面白い,面白いものも多いのでなんかあの 場合によっては、その、彼の、あの、最近、なんか、出した動画の、なんか、ちょっと違うコンテンツもあれば、全く違うコンテンツもあったりするので、で今多分、多分、TikTok 上で4番目にフォローされてるクリエイターにもなっちゃったんですけど、<laughs> 多分、多分、あ、でも場合によって、この収録、えー、収録地点で4番目なので、あの、多分、あの、配信されてる時期には3位になってると思うんですけど、<laughs> まあ、 なんかあのやっぱりなんかロングフォームからショートフォームに行くっていう展開は全然あるんですけどやっぱショートからロングってなななかかいですよね難しいですよね。うん、でなんか去年ですとなんか一、まあ、YouTube クリエイターでなんかそれができそうだったところがいてそれがブリックスンドディソー,ダーっていう。 あのイギリスのクリエイターなんですけど、DIY コンテンツをいろいろ出してるところで、なんか2年間 TikTok とかインスタとかショーツとかで出していったんですけど、えっとまあ、それをやりながら、まあ、それのなんか彼らが作ってる動画のもうちょっとロングフォーム版を YouTube でアップしたときに、えっと、最初の1ヶ月で100万再生いったんですよ、そのロングフォームの方が。 で今多分200万再生超えているのでまあ一発目の動画からするとめちゃくちゃ成功案件じゃないですかうーんなんでこれから多分もっと出す予定ではあったんですけどなんか結局2つ目の動画はまあ明らかにそこまでいってなくて多分60万再生ぐらいしか今いってないんですけどでまあそ,それより問題だったのがその2つ目の動画をその1発目の動画を出した4ヶ月後にようやく出してるんですよ うーんなんでまあ単純にその多分ペースとしてなんかまあ習字なのか築地なのか分かんないですけどっていうペースが多分保てなかったっていうところは多分一つ彼らとしての課題があるかなっていうのを思いましたねなんでなんかまあこのトランなんかショートフォームからロングフォームになんかうまくトランジションしたクリエイターっているい今現在はあまり見当たらないなと思うんですけど あのまあ、実は1人いて、まあ、そ,その人はちょっとこのあとすぐにあの話しますけどか過,去過去事例なかったかって考えた時にあったんですよねでこれもなんかいわゆるショートフォームを最終的に切り捨ててロングフォームに移行した人たちでそれはもう無理やりそうするしかなかったっていう状況だったのがバインのクリエイターですよね ああなるほど確かになんで、まあ、ローガン・ポールさんとか,かジェイク・ポールさんとかあのデイビッド・ドブレックさんとかなんかそういう方々ですよね確かにでもなんかそこもベースなんか Vlog っぽい感じにいったのかなっていうの思いますよねそのロングフォームでうん確かに でもそれで再生されてるっていうのはやっぱすごい、その,ごいね、その人のファンがいるっていうことだと思いますし。うん、だこれもなんか、うん、草野さん、バインって使ってました使ってましたね。見て、ま、見てるだけでしたけど。うん。うん、なんか、バインってやっぱり TikTok とか今のショーツとかとちょっと違う雰囲気があったのかなと思ってまして。なんか もちろん,なんかフィードを見るっていう概念はあったんですけどなんかよりなんか自分が好きなクリエイターを追うっていう概念はもうちょっとあったのかなっていうのを思いましたけどうーんなんかそ,そのレコメンド機能がそんなになかったからん,なんかそのあとプラスその配信投稿するみたいなのがそんなに当たり前じゃなかったから面白い人が本当にいっぱいいるみたいなそのクラスの人気者とか面白い人がいっぱい投稿してるみたいな感じだったんでより パーソナリティとかかが前に出てたかなって感じはしましまたうん、うん、そうですよねなんでやっぱりちょっと違う状況なのかなっていうのは思いましたね。まあ、より多分トランジションしやすかったところはあったのかなっていうのは思うんですけどん,なんか最近これをうまくそのショートフォームとロングフォームを両立してるクリエイターが 1>, なんか1人思いつく人はいて、えっと、それがえっとサムセルクさんっていう方でそ、えっと、らくなんですけど日本だと多分全くバズってない人で,へ<ー>でアメリカの多分男子高校生にめちゃめっちゃバズってる人なんですよんーどういうコンテンツなんですかえっとコンテンツがすごいシンプルなんですけどあの、えー、大体彼の動画ですと、えっとまあ、YouTube に関しての動画です TikTok とかそこはちょっと違うんですけど サムサイルックさんの,の YouTube、えー、を見ますと、スタートが彼、車の中から始まるんですよ。車の中でな、うん、なんか、まあ、自分の中、今日の一日何するとか、なんか自分の思いとかを話しながら向か、向かってる先はジムなんですよ。うん、毎回ジムなんですよ、はいまあほ。ほぼ毎回ジムなんですよ。でうん、ジムに行って、えっと、エクササイズをしてあの、そのウェイトトレーニングを解説しながら、 自,まあ、自分がやってることをいろいろ話してそれも撮影し,あのしているんですけどでそれ終わって、えー、もう一回車の中で家に帰るっていうそ,そ,れなんそれが彼の動画なんですよそのロングフォームの動画がロングフォームの動画がそうですそでそれの若干切り,切り抜きバージョンみたいな、まあ、彼スタートが TikTok とかなのでんなんでスタートはそっちなんですけどそれの、まあ、いわゆるより Vlog 的な 感じでやってるのが YouTube、えー、なんですけど彼、えっと、去年の3月、えー、3月時点ですと、えー、登録 YouTube の登録者8000人だったんですよ今300万人超えてるんですよ<ー> 1>, 1年1年以内ですごいで結構アメリカのいろんなジムに行くと高校生が彼の動画を見ながらめちゃくちゃ自分たちでもエクササイズしてるんですよ<ー>それだけ人気なんですよね で彼の,なんかその動画ってすごい面白くてもう完全メインストリームのなんかア,ンチアンチのパターンですよね。サムネイルがもう動画のスクリーンキャップなんですよそのバズるよポイントはどこなんですかねいや、えっと、このバズるポイントが多分コメント欄に行くとなんとなくわかるんですけどなんか見ててリラックスするっていう。 もうサムさん自身がめちゃくちゃなんか自分の本音とかをちゃんと話す人なので、なんでなんかそれもいいですし、なんかルー、なんか彼毎日投稿してるんですよ。毎日30分ぐらいの動画を投稿してて、それも多分すごいすごくて、しかも本当になんか編集が本当ないんですよ。本当にただ録画っていうボタンを押して、で、まあ、 あの喋り終わったらロックアップあのオフっていうボタンを押し,押してでジムに行って同じことやってでもう一回車の中に戻って同じことやるっていうそれだけなんですよねうーん,なんで今までの YouTube の完全なカウンターになっていてよりオーセンティックに感じる人が多分多くてなんでなんか多分エマチェンバレンタイプなんですよ完全に自分もなんかその誰かのルーティーンとかあとその 食べ物の ASMR みたいなのとかも,うもうほぼ一緒なんですよ構成とか食べてるものも一緒なんですけど <laughs> なんかまた新しいの見たくなるみたいな気持ちはあるのでちょっとそれに近いかなと思いましたうね。しかもなんかそれが毎日アップされてると、うん、なんか毎日なんか一緒になんか過ごすみたいな感じになると思うのでうん,なんか余計なんか本当なんかリラックスするためになんか毎日なんか見て回しみたらコメントって取って出て,くる出てくるので。 なんかそれはすごい面白いですし、なんかさらに面白いのは彼の TikTok なんですけど、TikTok 自体は多分割と普通なんですけど、めちゃくちゃ人気だったので、あの、彼の、えっと、ファンアカウントが大量に存在するんですよ。TikTok 上で。えー、で、なんかその映像をなんかちょっとミーム化したりとか、なんか面白いなんかセリフを一緒になんか付け加えたりとか、なんかいろいろやっているんですけど、なんか彼はなんか まあ、もちろん,なんか彼らの人気がどこまで保てるかっていうのはもちろん課題としてあると思うんですけどあのなんかそのショーツとか TikTok まあいわゆるショートフォームからロングフォームにあ,のある程度うまくトランジションできたあの人なのかなっていうのを思いましたね。なんかあ,あのシェアトークでもあの過去私が紹介したことあるんですけど。 ドゥビアメリカに住んでる韓国人ちょっとどこ,にあのどこの方か忘れちゃったんですけど韓国にルーツがある方でその料理の動画を TikTok で上げてて、うん、YouTube にも上げてるんですけど1年で300人ぐらいみたいなその感じではないんですけどその方も。 そのシ,ョーツかショーツじゃなくて TikTok でめちゃくちゃバズって3ミリオンぐらいフォロワーいるんですけど、うん、YouTube でも今見ると全然100万再生とかあるので、うん、なんかその方は自分でレストラン立ち上げたり、えー、なんか自分いろんな旅行に行ったりまあ食べてる映像とか何<ー>かその、まあ、それもリラックス系のコンテンツだったり、うん、その人のキャラクターっていうのは。 すごく、あの、うまく、あの、ロングフォームに、あの、トランジションできてるなって思います。んなんか、一つの動画、四十分とか、三十分ぐらいあるので。えー、それで、なんか、五十から百ぐらいいってるのは、すごいなって思います。だから、その動画って、いわゆる、その、同じ動画で、そ、それを。まあ、いわゆる尺をより長くしてるっていう話、なかなか、かその、まあ、ショーツの前、い延長線にあるもの,の中、全然違うものなのかというと。 どういうい感じなんですか,なんか食べてる動画とか料理してる動画っていう意味だと一緒なんですけどインタビューの記事とか見るとそのロングホームとショートはあの撮り方というかナラティブを変えてますって言ってましたね。なんで、まあ、そういう意味ですとなんかそのやっぱショーツですと TikTok を対抗するために出てきたものでもあるとは思うのでまあなんかこれもなんか。 TikTok がなぜそもそもある程度スペースを取れたかシェアを取れたかと言いますとなんかそれってなんかそのショートホームの動画だからっていう話ではないと思いますしなんかそのバーチカル縦型の動画だからっていう話でもないと思うのでなんかどちらかというとより簡単になんか動画を作ってで成功できるっていう体験を作れたからでこれって多分昔 YouTube も同じ 概念があって、まあ多分テレビと比べると。で、だからこそよりなんか人気になってきたと思うんですけど、なんか多分それの今の YouTube ですとそれに最適化されてなかったので、それがショーツによってもう一回最適化したいっていう話だと、えー、思うんですけど、なんかまあ今 TikTok 見ますと TikTok がよりロングフォームに 行こうとしてるじゃないですかティクトックはティクトックでいろいろ課題があって、なんかそもそもクリエイターがマネタイズしにくいので、ショートフォン動画ですと、まあ。いわゆるブランドを提携する以外は。なんで、ティクトックとしてもな、たぶん YouTube のポジションを取ろうとしていて、まあ、YouTube 側もティクトックの、まあ、ショーツっていうところのシェアを、えーまあ、基本的に取りに行こうとしてるのかなと思うんですけど、YouTube としてはやっぱりこのショーツを取り入れることで、 ななんかなんとなくですけど23か 2, 3ヶ月ごとにアルゴリズム変えてきてるのかなっていう感じはしますとやっぱりまだなんかショーツがどこに当てはめるべきなのかどこまでプライオリティ化するべきなのかそのフィールドの中でっていうのが多分まだ完全に YouTube 側も理解してないのかなっていうところだと思いますしやっぱりなんかそれもあってその YouTube でなんか重要な指標っていうのもどんどん変わってきてるのかなって思いますよね。うーん それこそさっき草野さんが話したそのフォローの概念とかその登録するっていう概念もなんか登録者っていう指標って多分より重要視されなくなったのかなっていうなんか結局 YouTube もそこなんかそれがそこまで必要なくなってなんかどちらかというともうなんかユーザーのなんかブックマーク機能的な役割になっなっなるのかなっていうところですよねうんプラットフォームとしてもそ,そこまで重要なしし 指数じゃなくななくくるみたいいおそらくそらうだと思いますなんかどちらかというと、うん、特にその小塚になるともういい動画を出せるかどうかっていう話なのでどれぐらいちゃんと見てるかみたいなところとかまさにそうだと思いますね、うん、何パーセント見てるかっていうところがより重要視されるっていう、うん、結局 YouTube に人が行く理由がその誰かの動画を見たいっていう話ではなくて面白い動画を ただ見たいってな,なると多分指標って変えないといけないのでおすすめで,で確かに出てなんかフォローしなくてもまた出てくるから、うん、みたいなことはあったりしますよね。そうですよねありますあります。だからそんなにフォローってものがそんなに大事じゃないのかもしれないとそれもなんかいい悪いっていろいろあるとも思いますし、うん、あの何ですかね。 フォローした人のなんかフィードみたいなものも出てくるかもしれないですしいろいろ変わってくるとは思うんですけどですからなんか指標としてもですか、ね、そのやっぱり一動画あたりの再生回数の中でなんかどれくらいそれがその登,録してるし登録してる人が見ているのと新規視聴者が見てるの かっていうところに分けけられるんですけどだからそれを見たりとかそ,れそこの、えっと、新規ユーザーと、えっとまあ、既存ユーザーの、えっとまあ、そこの,、えっと、あの YouTube ですと AVD っていうあの指標があるんですけど、まあ、どれだけ長く見られたか平均視聴時間ですよね、えー、っていうのを比較したりとか基本的に既存ユーザーの方が長く見てくれるので一つの動画を。 なんで、そこと新規ユーザーのギャップがどこまであるか。うんっていうのを見て、そこのギャップがそこまでなければ、むしろ、まあ、あの、根本的に動画に問題がなければ、いわゆる新規ユーザーが、いわゆる同じぐらい好きでいてくれる。その動画を。っていうことは、おそらくなんですけど、登録してくれる、まあ、可能性が上がるんじゃないかっていう仮説はできると思うので、多分指標として、ど、どういうふうな形で、その、ユーザーとの、えー、 エンゲージメントの深さをなんか見れるのか、その関係値の深さを見れるようなものっていうのがより重要視されるのかなと思ってるんですけど、まあ、そのク,クリエイター側としては、あのプラットフォーム側ではないですけど、うあのそうすると、登録者数っていうところも、クリエイターとしてはそこまで気にしなくなる。うん結局、5年前に登録したかもしれないですし、まあそ、そこからコンテンツもだいぶ変わってるかもしれないので。 なんかいろいろ指標変わってきたりとかまあなんかそもそもそのクリエイター重視にならないってなると YouTube ってショー通をなんか別アプリとして出した方がいいのかっていう議論が出てくるのかなって思いますけどねうーんどっちだとどそっちの方がいいと思います多分そっちの方がいいと思うんですけど YouTube はやらないと思いますなんか視聴体験がなんかめちゃくちゃ違いますしあとやっぱり ショーツとか、まあ、これ TikTok も同じなんですけどやっぱりクリエイターではなくてフィードにロイヤリティをユーザーが感じてしまうのでなんでなんかこれはなんかエマ・チェンバレンさんがさい最近言ってたことなんですけどなんか今の YouTube のなんか状況ってどうなんですかって聞かれたときに彼女が言ったのが今はもうクリエイターの時代ではなくて動画の時代だと。うん いやでも、おもい動画を出せるかどうかっていうところにな,なっていて、なんか誰かをフォローするっていう概念が結構失われてしまっていますと、YouTube では。若干昔のテレビと似たような雰囲気に戻ってきてますよね。うん、な、あ、なるほど。なんかテレビで、なんかチャンネルを、なんかいろいろ回して、なんかチャンネル数が無限にあるっていうだけなんですけど <laughs>。<laughs> 確かに。誰かがっていう感じじゃないですね、確かに。 これの一つの課題として出てきているのが、これもエマ・エマチェンブラーさんが言ったことなんですけど、なんかいいクリエイティブとは人のアテンションを欲しがらないものだっていうのを彼女が言ってて。うん。なんかその、ただ直近の YouTube ってそれを、それの逆走だと思うんですよ。うん。なんかもう、どれだけなんかすごくて、なんか過激的なことをやって、人の、 んかでもそのもともと欧米のコンテンツってそういうもの多かったのかなっていうイメージはあるんですけどなんか初期なんかでもそれは一つの例なんですけどなんか iPhone が出たら iPhone をミキサーに入れてみたみたいな、はい、<laughs> 動画を投稿してるアメリカ人の人がいて。 なんか衝撃的だなと思って、ね、な,なんでそんなことするんだなと思ってで,でも見ちゃうみたいななん,なんかそのアテンションはすごく取るんです、うん、エクストリームに取るけどなんかそうなんだそういいのかなみたいなことはってで、ね、でもなんかでもそれが全部だとは思わないんですけどうん、うん、なんかそういうコンテンツが,が好まれるのかなって気はしてまあでもあ好まれるっていうかやっぱり再生回数は取れるんですよねうん、うん、やっぱり これなんだってなるじゃないですか。iPhone をブレンダーに入れて、なんか、ごちゃ混ぜにしようとした人の、なんかそんな高いものをってな,なると思うので、それが、いわゆる、どんどんレベルアップしないといけないじゃないですか。それをみんなやり出すので、だったらそれが面白くなくなるので、なんかもう iPhone をミクサーに入れるのではなくて、なんかもう、あの、まあ、高層ビルから落とすみたいなことをやったりとか、 どどんどんレベルアップ、まあ、レベルアップって言えるのかどうか分かんないですけど <laughs> あの、まあ、それこそニュースとかも似たような現象起きて,起きてたと思うんですけどなんかそういう、うんかね、アテンションをとりあえず取るっていう時代があったのかなと思って最近だとちょっとそのメタが変わ,変わり始めた気もするので、うん、か最近の特にトップ YouTuber とか見ますとやっぱ動画がよりなんか尺が長くなって。 たりなんかちょっとペースダウンしてる気はするのでそのあのテンポが。なんでなんか場合によってはなんかそのセン先制セ,セーショナリズムっていうなんか時代がちょっとピークを超えたのかなっていう感覚は若干ありますね YouTube の中では。でなんかこれもなんか YouTube ですとなん,か、ね、あのなんか時代ってあったと思うんですよね。初期の YouTube ってその 結構コメディ動画が多かったりとか、なんかスケッチみたいな、うん、あの、まあ、コ,コントみたいなものが多かったり、まあ、場合によってはなんか自分の完璧な、あの、メイク方法を教えたりとかする動画って結構あって、で、そこから逆、逆走した YouTuber の時代が来たのが、いわゆる Vlog の時代ですよね、多分。 で、これが多分、まあ最初はケイシー・ナイスタットさんとか、で、あの、まあ多分ピーク時はエマチ・チェンバレンとデイビッド・ドブリックさんとか、えー、だったと思うんですけど、で、そこからなんかもうちょっと企画型、ま,あ、また逆走して企画型に戻って、で、それの今のピークが多分ミスター・ビーストだと思うので、なんか、です、なんかそ、そこから今なんかショーツになんか、まあプラットフォームが無理やり切り替えてるので、なんかそこからちょっとどうなるのかっていうところは、えー、気になっては、 えー、いるところなんですけど、なんか、ショーツ自体が、やっぱりその、視聴体験がすごい違うじゃないですか。か検索型ではないですし、<laughs> あの、そもそも、なんかその、クリエイターが、その、どこまで表示されるかっていうのも変わってくるじゃないですか。なんか、例えば、YouTube に行って Mr.Beast って検索すると、Mr.Beast ーーの動画だけではなくて、彼のロゴが出て、 でそこをクリックすると彼のチャンネルのページに行くので、もう基本的に彼のブランディングしかないじゃないですか。うん。ショーツで動画見ると、そもそもサムネイルもないですし、で、えっと、しかもタイトルとロゴも、なんか結構角っこになんかちょっと小さく映ってるだけなので、ほぼ見えないんですよね。そのショーツのクリエイターとしては、よりなんかそのアピールが、その自分をアピールしないといけない、いけなくなるんですよね。なのですごい面白い 面白かった現象が去年のビットコンっていう、まあ、クリエイターとか結構来るイベントなんですけど、そこのあの、クリエイターがみんな泊まるホテルがあるんですけど、あの、そこ、そこ見ると、多分今までのビットコンよりも圧倒的にその明るい服を着てる人が多かったんだらしいんですよ。で、これはなぜかっていうところですと、もう顔で覚え、覚えられないので、みん、あの、あの、TikTok、TikToker は。 もう服装で覚えられるよううに頑張ってたっててたいいい頭がでも全員同じことやってるんで <laughs> <laughs> 確かに何かやっぱ奇抜な服着てる人とかキャラクターに入ってる人って多いですよねシ初期に確かにそういうなんか時代今なってるのかなっていうえところの中でなんかやっぱりでもどんどん時代って変わってくる中でやっぱりなんですかねあの なんか、ツイッチとか見ても、なんか時代ってすごい変わった気がするんですよ。ーあの、2020年の最も、あの、最も配信、配信者数とか、まあ、最も見られたチャンネルを、あの、トップ10を見ますと、なんか平均年齢が確か33ぐらいだったんですよ。で、ほとんどの多分人が25歳以下じゃなくて、25歳以上だったんですけど、あの、 直近今年見ますと多分20代がめちゃくちゃ増えていてなんでなんか世代交代しているタイミングでもあるのかなっていうのを思いましたね、まあ、少なくともツイ,ツイッチに関してはおそれはなんかいい,い,いことですねすごいいいことだでやっぱり違うクリエイターの世代が入ってくるっていうことは多分違うフォーマットとか違うなんかコンテンツのスタイルが出てくるようになると思うのでなんかそこも個人的にはなんかどうなるかっていうのは あの気になっているところでまあなんかそうなるとその今までの,あの人気だった YouTuber たちが今後どうするかって決めないといけない時期になり始めると思うんですよでやっぱりそのクリエイターそのクリエイターからそのメディア企業を作るっていう判,判断をした瞬間クリエイターとしての仕事が一部失われてくると思うので。 まあ、夜、採用とか経営とかいろいろ考えないといけないので。なんで、なんかその成長し続けるにはどうしたらいいか、コンテンツを出し続けるにはどうしたらいいかってずっと考えないといけないようになってくると思うんですけど、なんか最近なんか TikToker の,の人たちも数名、なんかもうフルタイムのインフルエンサー辞めますみたいな話を言ったりとか、 えー、していてで、一部は、もちろん、バーンアウトみたいな話もあったりすると思うんですけど、まあ、一部は多分、お金儲けができなくなり始めてる。まあ、いわゆるブランド提携が、えー、去年はだいぶ厳しくなってたので、でそういう課題もあったりしますし、まあ、TikTok に関しては、多分、より自分のことをずっと話さないといけなかったりするクリエイターもいたので、んなんで、まあ、それをやりたくないっていう、えー、ところだったんですけど、なんですかね、なんか、やっぱり、今後、YouTube が、 まあ、今の人気の世代の YouTuber がどういうふうに成長していくのかスケールしていくのか、えー、場合によってはそのあ、まあ、YouTube をどう引退していくのかっていう話に関してはちょっと来週話していきたいなっていうふうには思いますねじゃあ今回はそんな感じですかはい、はい じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。えっと、動画でも配信しているので、YouTube や Spotify で見てみてください。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブモノートでやっているので、概要欄からそれもチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。